待ってね。いろいろ準備があるんだよ。FF10 でもいいんだけどな、3時間じゃ。ザ・娘育成シミュレーション。お父さんと一緒。パパになりましょう、先に。絶対クソゲーだから、マジで。絶対クソゲーだよ、マジで。キャプチャなんかしねえわ。わかるもん、もう匂いで。匂いでわかるわ、俺、これがクソゲーだってことが。地球防衛軍2売っちまったんだよな。あれやりたかったね。でもあれ一人でやって面白くねえから。やるわ。お前らがやれっつったんだからな。俺知らねえぞ。おめえらのせいだからな。俺は止めた。俺は止めたからな。おめえら、俺の配信で、おー、右手の準備してんじゃねえぞ。誠一、なんで誠一って。図書館から出てくると辺りは真っ暗だった。うー、寒い。3月といってもまだまだ暖かくなるには早い。日が落ちてしまえばなおさらだ。暖房の効いたと、何これ？これサウンドノベル系なのこれ。意外にも、意外や意外だよ。もういいよ。はい、子供作るぜ。考古学や歴史に興味があった。ただいま。大学生になってから一人暮らし始めた。誰もいないの分かってしまう。ついこれで超クソゲーマジ。とはいえ、費用が親が出してくれるんだ。ちいったわ、とはいえ。ピピピポピポーン、ピポピポーン、ピポピポ、なんでピポピポン、ピンポンでいいんだろ俺、なんでピポピポンなんだよ、勘弁してくれ。夜遅くすみません。宅配便です。おう。ここに。あれ？ これまで子供なんじゃねえよ、これ。これ子供なんじゃねえよ、まさか。まさかそんなさ、アンニュイなさ、ゲームじゃねえよな。これが子供だったら俺マジもう、あれぞ、切れんぞ。どうや、なんだよ、このゲーム。やべえだろ。やっちゃいけねえゲームだろ、これ。これやっちゃいけねえゲームだろ。なんだよ、これやべえだろ。これ当たらめんじゃねえ、こいつ。生まれました。コウノトリが運んできてくれました。惜 しいね。まあ、得てしてそういうもんだよな、赤ちゃんって。赤ちゃんって得てしてこうやって生まれるよな。女の子か、いいな。クリクリとした大きな目をした赤ちゃんが、時折小さな手で僕のポケットを叩いてくる。まさか！一つの考えが浮かんで、布団を跳ね上げる。割れた卵の、割れた枯れの葉、もういいよ、こっちどういうゲームなんだよ。まずさ、ゲームが始まれよ。これ飛ばすとこは。おー、いいね。育つな。売れてくんな。売れた女になるぞ。やべえだろ。1ヶ月でこんな成長しちゃったらあれだろ。卒業する頃には老婆になってんだろ、こいつ。泉じゃダメだ。
俺子供に桜子って名前つけてんだよな。ガチでつけるわ。なんかさ、桜、なんか4文字の名前って可愛くない？桜とかだったらいそうじゃん。桜子。あえてそこにさ、光子にしろ、光子。おい、変えさせてくれ、名前。改名してくれ、桜子。光子にしてくれ。光子がいいわ。学校楽しみ。光子。体の成長も早かったけど、言葉や字を覚えるのも早かった。ちょっと、これ何、こういう何、このもの、これ何、DVD 的な感じなの？これ物語を見て楽しむの？パラメーターとかねえの？ HP とかさ。もういいよ、この展開マジ終わらせよ、でも。これこそあれだな。近年稀に見る。近年稀に見る一本道芸だな、これ。FF13。あーやべ！叩いてる場合じゃねえぞ、お前ら。いっ、え？文献を実行。おー、いいね、いいね。これ、こういうの待ってたんだ、俺は。子育てマイエンジェル的なやつだ。容姿も変わってくるんだったらちょっとやる気になるな、まだ。必要ない、お前。容姿が変わってくるんだったらまだ、ちょっとはやる気になる。あと10分はやる気になる。明日から何しようかな。やっぱりよ、女っつうのよ、美術的なさ、美術的な何がしがねえとさ、これあれなのかな、パラメーターによって、容姿が変わってくるんだって。おい、クズ桜子。調子いい、うまくいかな、調子いい、うまくいかないな。ちょ、くそげ、ダメだろ、これ。おお、友達ができたか。よろしく、はるかちゃん。はじめまして、こっ。さ、うん。調子いい？ほんとだよ。これ育ててどうすんの？それ俺が聞きたいわ。お前らがやらせたんだよ、俺、この、育成シミュレーションも、こうなることが分かっていて。お前らが責任取る、俺知らん。結果報告。疲労、なるほどな。サイボーグ的な何がしか。貴重な。9時まで、お前9時までしかねえのに、このゲームやらせる。お前、あれ、長々あれだな。2だな。絶対面白くない。もうわかるもん、これ。だってもう起動した瞬間に面白くない、もう。文系。そうだね。やってみる。まぁ、もうちょっと見てみるか。え？行かないなぁ。なんかあれだよな、その成長によって容姿が変わってくるんだったらさ、おい頼むぜ、桜子。文系はあれだろ、文系の女の子はモテんぞ。行け。調子いいね、今日。うまくいかん、調子いい。よしよしよし。意外と地味だったな。地味だろ。どう考えても地味だろ。いるよな、こういう、やたらが。アヘ顔してんじゃん、こいつ。アヘ顔。アヘ顔させようぜ。高宮よ。ゆるさん、高宮。高宮、ゆるさん、俺。18時までにやめとこう。18時18分だよ。これ、こういうゲームの楽しさが本当にわからん。うん、な、だこのまま多分、このまま多分何も、なんていうの、紆余曲折なくいくぞ、多分、おそらく。あー、無事育ったねって言ったわ、あんた多分これ。高校、あ、中学、あ、あ、でも中学校進学とかありそうだな。おー、なるほどね。なぜ買ったし、知らん。これ買ってねえぞ、他のゲームやろうぜ。これダメだ、お父さんと一緒。あ、
小学、中学、高校と無事に育て上げることができるのか。なんかね、結婚もできるらしい。やるか、娘を。お、水着なんじゃねえかよ。俺が育てておめえらに水着だけウプすんわ。黄色い水着着てるよ。他のゲームやろうぜ。パワープロ10。パワープロ99。これ後でやろう。99があるわ。迷宮島やろうぜ、迷宮島。今度。俺99持ってたんだ。グラセフ。じゃあ俺グランドセフトオートさ、これ多分配信でも面白くねえだろ。まあ別にいいけどさ。99これ映っかなぁ。ドゥ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 。ほんとクソゲーしかねえな。俺はね、FF10 とこのブレスオブファイアドラゴンクォーター俺今度やるわ。おめえらマジ。無告知やから見に来いよ。絶対これ最終、もう最、なんつうの、エンディング泣くから普通に。マジで。FF10 もな、告知してなかったらやりてんだけどな。喋んねえでさ、ここがいいんだよとか言いながら、おめえらここがいいんだよとか言いながらさ、30時間あればクリアできるからな。ブレイスオファイア、あ、3はな、別に、あんまり、そんなに思い入れがないわ。聖剣だろ？FF9。9もまあ面白いっちゃ面白いけどな。タイムスプリッターさー、俺ぶっ壊しちまったんだよ。割っちまったんだよ、腹立って。トルネコ2とタイムスプリッターをさ、真っ二つにしちまったわ。桃鉄11、なーも、俺なーもねえや、面白いソフト。なーもねえ。チョコボの不思議なダンジョン2。お前ら知らねえもんな、不思議なダンジョン系は。俺このままやつ迷宮島やんぞ俺。迷宮島コースだぞ。いいのか？迷宮島やっていいか俺。迷宮島やんぞ。これ以外なら何でもいい。随分嫌われたなこのゲーム。すまん。俺が楽しませる力がなかったから悪いな。娘育成シミュレーション。懺悔するわ。俺が代わりにやる。今日から。あれ？どこやったっけ？迷宮島。でもね、迷宮島はだれるぞ、かなり。試合オンリーだからな。あ、でも俺がコールド勝ちしてがいいのか。任せろ。任せろり。映るかな？なんか映んなそうじゃね？ディスク傷だらけだぞ、だって。ちょっとさ、プレステのあれするわ。プレステのさ、なんだっけ？あれ持ってくるわ。メモリーカード。